村上春樹1月12日台は、日本の小説家、文学翻訳家。京都府京都市伏見区に生まれ、兵庫県西宮市、芦屋市に育つ。早稲田大学在学中に、ジャズ喫茶を開く。1979年、風の歌を聴けで、群像新人文学賞を受賞しデビュー。1987年発表の、ノルウェーの森は2009年時点で、 上下間1000万部を売るベストセラーとなり、これをきっかけに村上春樹ブームが起きる。その他の主な作品に羊をめぐる冒険、世界の終わりとハードボイルドアンダーランド、ネ、ね、ジ巻き鳥クロニクル、海辺のカフカ、1984などがある。日本国外でも人気が高く、柴田元幸は村上を現代アメリカでも大きな影響力を持つ作家の一人と評している。 2006年、フランツカフカ賞をアジア圏で初めて受賞し、以後日本の作家の中でノーベル文学賞の最有力候補とみなされている。精力的にフィッツジェラルドやチャンドラーの作品などを翻訳。また、随筆、気候文、ノンフィクション等も多く出版している。1949年、 京都府京都市伏見区に出生する。親が紅葉学院中学校の教師として赴任したため、間もなく兵庫県西宮市の宿川に転居。父は京都府京都市ケアゲアン寺住職の息子であり、日中戦争に巻き込まれ、それによって深くトラウマを負った。母は大阪、船場の商家の娘であった。また両親ともに高校の国語教師であり、 本好きの親の影響を受け読書家に育つ。1955年に西宮市立浜秋小学校入学。3、4年生の頃から急に本が好きになり、ジュール・ベルヌやデューマの小説、ホームズシリーズやルパンシリーズを読むようになった。また、娯楽がなかったため、父、千秋に連れられ、西部劇や戦争映画を見た。西宮市立高炉園小学校卒業。 足や私立聖道中学校卒業。兵庫県立神戸高等学校に進学。この頃から国語教師であった父に枕の創始や平家物語といった古典文学を暗唱させられ、その反動で海外文学に興味を移す。最初に読んだ長編小説は小炉抱負の静かなドンだった。この頃は付けで本が買え、親が購読していた。 カーデ処方の世界文学全集と中央公論者の世界の文学を一冊一冊読み上げながら10代を過ごした。また、中学時代から中央公論者の全集、世界の歴史を繰り返し読む。1964年に兵庫県立神戸高等学校に入学。新聞委員会に所属し、2年生の時には編集長も務めた。 一年の浪人生活の後、1968年に、早稲田大学第一文学部に入学、映画演劇化へ進む。在学中は、演劇博物館で映画の脚本を読みふけり、映画脚本家を目指して、シナリオを執筆するなどしていたが、大学へは、ほとんど行かず、新宿で、レコード屋のアルバイトをしながら、歌舞伎町のジャズ喫茶に入り浸る日々を送る。 1970年代初め、東京都千代田区水道橋にあったジャズ喫茶、水道橋スイングの従業員となった。1971年10月、高橋陽子と学生結婚したが、子供は持たないようにした。一時文京区で寝具店を営む夫人の家に曲がりする。二人は昼はレコード店、夜は喫茶店でアルバイトをして250万円を貯めた。さらに、 両方の親と銀行から借金し、総額500万円を開業資金とした。大学在学中の1974年、国分寺駅南口にあるビルの地下で、ジャズ喫茶、ピーターキャットを開店。店名は、以前飼っていた猫の名前から取られた。夜間は、ジャズバーとなり、週末は、生演奏を行った。1975年、7年間在学した。 バセタ大学を卒業。卒業論文は、アメリカ映画における旅の経譜で、アメリカニューシネマとイージーライダーを論じた。指導教授は、稲見光一。1977年、ビルの持ち主から増築を理由に立ち退くように言われ、ピーター・キャットを千田が屋に移す。1978年4月1日、明治神宮野球場で、プロ野球開幕戦。 ヤクルト広島を外野席の芝生に寝そべり、ビールを飲みながら観戦中に小説を書くことを思い立つ。それは一回裏、ヤクルトの先頭打者のデイブ・ヒルトンが左中間に二塁打を打った瞬間のことだったという。それからは、ジャズ喫茶を経営する傍ら、毎晩キッチンテーブルで書き続けた。1979年4月、群像に応募した風の歌を聴けが、 第22回群像新人文学賞を受賞。同作品は、群像1979年6月号に掲載され、作家デビューを果たす。カート・ボネガット、リチャード・ブローティガンらのアメリカ文学の影響を受けた、精神な文体で注目を集める。同年、風の歌を聴けが、第81回、芥川龍之介賞及び、第1回、野間文芸新人賞候補、翌年、 1973年のピンボールで、第83回、芥川龍之介賞及び、第2回、野間文芸新人賞候補となる。1981年、専業作家となることを決意し、店を人に譲る。同年5月、初の翻訳書、マイロスとシティ・フィッツ・ジェラルド作品集を刊行。翌年、本格調編小説、羊をめぐる冒険を発表し、第4回、 ノマ文芸新人賞を受賞。1985年、長編、世界の終わりとハードボイルドワンダーランド発表。第21回、谷崎純一郎賞受賞。1986年10月、ヨーロッパに移住。1987年、100%の恋愛小説、と銘打った、ノルウェーの森観光、上下430万部を売る、大ベストセラーとなる。 1988年、羊をめぐる冒険の続編、ダンスダンスダンス発表。1989年10月、羊をめぐる冒険の英訳版、ワイルド・シープ・チェイスが出版された。1990年、ベーザ・ニューヨーカーに短編、t b p e e p e が翻訳掲載される。これを皮切りに続々と短編が同誌に掲載され。 1993年には同志と優先掲載の契約を結ぶ。これが国際的な作家となる強力な足がかりとなった。1991年、ニュージャージー州プリンストン大学の客員研究員として招聘され渡米する。前後して湾岸戦争が勃発。正直言って、その当時のアメリカの愛国的かつマッチョな雰囲気は、 あまり心楽しいものではなかったとのちに10回している。翌年、在籍期間延長のため客員講師に就任する。現代日本文学のセミナーで第三の新人を講義、サブテキストとして、江藤敦史の成熟と創出を用いる。1994年4月、ネジ巻トりクロニクル第1部、第2部を刊行。1995年6月、アメリカから帰国。 同年8月、ネジマキトリクロニクル第3部を刊行、翌年第47解読売文学賞受賞。1996年6月、村上朝日堂ホームページを開設。1997年3月、地下鉄、サリン事件の被害者へのインタビューをまとめた、ノンフィクション、アンダーグラウンド刊行。 それまではむしろ内向的な作風で社会に無関心な青年を描いてきた村上が社会問題を真正面から題材にしたことで周囲を驚かせた。1999年アンダーグラウンドの続編でオウム真理教信者へのインタビューをまとめた約束された場所でにより第2回桑原武雄学芸賞受賞。2000年2月阪神淡路大震災をテーマにした。 連作集、神の子供たちは皆踊る観光。2005年、マサチューセッツ工科大学にて2009年、エルサレム賞受賞式にて、エルサレム市長、ニール・バルカットと2002年9月、初めて少年を主人公にした、長編、海辺のカフカを発表する。2004年には、カメラ愛のような視点が登場する、実験的な作品、アフターダークを発表する。2005年、 海辺のカフカの英訳版、カフカオンザショアがニューヨークタイムズのザ・テン・ベスト・ブックス・オブ2005に選ばれ国際的評価の高まりを示した。2006年、フランツカフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞と国際的な文学賞を続けて受賞。特にカフカ賞は前年度の受賞者、ハロルド・ビンター前々年度の受賞者、 エルフリーディイ・エリネクがいずれもその年のノーベル文学賞を受賞していたことから2006年度ノーベル賞の有力候補として話題となった。同年の世界最大規模のブックメーカーである英国のラドブロークスのストックホルム事務所による予想では34倍のオッツが出され18番人気に位置。2007年の同予想では11倍のオッツ、6番人気とさらに評価を上げた。 また近年の年収は海外分がすでに国内分を上回っており、事務所の仕事量も3分の2は海外とのものであるという。2008年6月3日、プリンストン大学は村上を含む5名に名誉学料を授与したことを発表した。村上に授与されたのは文学博士号である。2009年1月21日、イスラエルのハーレツ神が村上のエルサレム賞受賞を発表。 当時はイスラエルによるガザ侵攻が国際的に非難されており、この受賞については大阪の市民団体などからイスラエルの戦争犯罪を隠し免罪することにつながるとして事態を求める声が上がっていた。村上は2月15日エルサレムで行われた受賞式に出席し記念講演を行う。スピーチ内容は 全文が直ちにメディアによって配信され、それを日本語に翻訳した様々な文章がインターネット上に並んだ。文芸春秋2009年4月号に村上のインタビュー、僕はなぜエルサレムに行ったのかが掲載される。スピーチの全文も合わせて掲載された。なお、受賞式ではスピーチの途中からペレス大統領の顔がこわばってきたのが見えたという。2009年5月。 長編小説、1984ブック1及びブック2を刊行する。同年11月の段階で合わせて、合計223万部の発行部数に達した。同作品で毎日出版文化賞受賞。同年12月、スペイン政府から、スペイン芸術文学勲章が授与され、それにより、エクシリンティッシュもセニョールの待遇となる。2011年6月、 カタルーニャ国際賞を受賞。副賞である8万ユーロを東日本大震災の義援金として寄付する。受賞式のスピーチでは日本の原子力政策を批判した。2012年1月2日、1月3日に放送された箱根駅伝の TV コマーシャルのナレーションを執筆した。制作は札幌ビール。監督はこれだ広和。同年9月28日。 朝日新聞長官にエッセイ、魂の行き来する道筋を寄稿した。その中で、日中間の尖閣諸島問題や、日韓間の竹島問題によって、東アジアの文化交流が破壊される事態を心配して、領土問題が感情に踏み込むと、危険な状況を出現させることになる。それは、安酒の酔いに似ている。安酒は、ほんの崇拝で人を酔っ払わせ、 頭に血を昇らせる。しかし賑やかに騒いだ後、夜が明けてみれば、後に残るのは嫌な頭痛だけだ。安酒の酔いはいつか冷める。しかし魂が行き来する道筋を塞いではしまっては、ならない。と警告した。2013年4月12日、色彩を持たない、大崎作ると、彼の巡礼の年を発表する。2014年4月18日、短編集。 女のいない男たちを発表する。2015年1月15日、期間限定サイト、村上さんのところを解説した。同日から1月31日までの間に37,465通のメールが寄せられた。4月30日に更新終了。読者のとやりとりは約3,500問に及んだ。同年8月4日、風の歌を聴けと。 1973年のピンボールの新訳英語版がハーベルセッカーから出版された。翻訳はテッドグーセン。2017年2月24日、騎士団長殺しを発表する。2020年7月18日短編集一人称単数を発表する。2021年にはユニクロから関連する T シャツが販売され、日本のみならず、 海外にも販売された。また、同年10月1日には、早稲田大学4号館を改築し、早稲田大学国際文学館が開館した。村上春樹ライブラリーは、建築家の熊健吾が、村上の要望で設計を担当した。平易で親しみやすい文章は村上が、デビュー当時から意識して行ったことであり、村上によれば、敷居の低さで、心に訴えかける文章は、 アメリカ作家のブローディガンと、ボネガットからの影響だという。文章はリズムが一番大事とは村上がよく話す言葉だが、そう思うに至った理由を次のように説明している。何しろ7年ほど朝から晩までジャズの店をやってましたからね、頭の中にはずっとエルビン・ジョーンズのハイハットが鳴ってるんですよね。陰誘の匠さについて、斉藤玉木は陰誘能力を 異なった二つのイメージ間のジャンプ力と考えるなら、彼ほど遠くまでジャンプする日本の作家は存在しないと評している。一方、文章の平易さに対して作品のストーリーはしばしば難解だとされる。村上自身はこの物語の難解さについて論理ではなく物語としてテクストを理解するよう読者に促している。 物語中の理解しがたい出来事や現象を村上は激しい引入とし、魂の深い部分の暗い領域を理解するためには明るい領域の論理では不足だと説明している。このような平易な文体で高度な内容を取り扱い、現実世界から非現実の異界へとシームレスに移動するという作風は日本国内だけでなく海外にもハルキチルドレンと呼ばれる。 村上の影響下にある作家たちを生んでいる。また、村上の作品は、従来の日本文学と対比して、しばしばアメリカ的、無国籍的とも評され、その世界的普遍性が高く評価されてもいるが、村上自身によると、村上の小説はあくまで、日本を舞台とした日本語の日本文学であり、無国籍な文学を試行しているわけではないという。 なお村上が好んで使用するモチーフに恋人や妻、友人の失踪があり、長編、短編を問わず繰り返し用いられている。村上の著作は小説の保開姿翻訳、ノンフィクションなど多岐にわたっており、それらの異なる形態の仕事で意図的にローテーションを組んで執筆している。しかし自身を本来的には長編作家であると規定しており、短編、 中編小説を実験の場として扱い、そこから得られたものを長編小説に持ち込んでいると語っている。またそれらのバランスをうまくとって仕事をする必要があるため原則的に依頼を受けての仕事はしないとしている。村上は1990年代後半よりしきりに総合小説を書きたいということを口にしている。総合小説として村上はドストエフスキーの カラマーゾフの兄弟を引き合いに出している。それはいろいろな世界観、いろいろなパースペクティブを一つの中に詰め込んで、それらを絡み合わせることによって、何か新しい世界観が浮かび上がってくるような小説のことを指すのだという。そして、パースペクティブをいくつか分けるためには、認証の変化ということはどうしても必要になってくるという。その試みは、ねじ巻き取りクにニる。 神の子供たちは皆踊る、海辺のカフカ、アフターダークなどの作品に現れている。村上は、自身が特に影響を受けた作家として、スコット・フィッツ・ジェラルド、トルーマン・カポーティ、リチャード・ブローティガン、カート・ボ・ネガット、レイモンド・チャンドラーらを挙げている。この他に、フランツ・カフカ、ドストエフ・スキーラの作家も加わる。これまでの人生で巡り合った、最も重要な本として、 フィッツジェラルドのグレート・ギャツビー、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、そしてチャンドラーのロング・グッド・バイの3冊を挙げている。読売新聞で1984をめぐる記者との対談において、後期ビトゲンシュタインの指摘言語概念に影響を受けていたことを明かした。村上は受賞式において小説を書くときに常に頭の中に留めていることを 個人的なメッセージとして述べた。もしここに固い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。この壁と卵という比喩が大きく注目されたため、スピーチ自体を壁と卵と呼ぶこともある。マラソンを現在まで続けている。走り始めたのは1982年の秋だという。 当時、奈良市の市に住んでいた村上は、朝、近所にあった日本大学理工学部の400メートルトラックで走らせてもらったりしながら、徐々に距離を上げていったという。1983年7月、アテネからマラトンまでを一人で走る。オリジナルのマラソンコースが村上にとって、初めてのフルマラソンとなった。トライアスロンにも参加している。冬は、フルマラソン、夏は、 トライアスロンというのがここ数年の流れである。毎朝4時か5時には起床し、日が暮れたら仕事はせずに、夜は9時過ぎには就寝する。ほぼ毎日10キロメートル程度をジョギング、週に何度か水泳、時にはスカッシュなどもしている。走ることが創作のために大事な役を果たしているという肉体的な実感をずっと持ってきたと、村上は近年のインタビューで答えている。 また、スポーツは見るなら、野球と語っており東京ヤクルトスワローズの熱心なファンである。きっかけは、東京に移り住んだ時にその土地のホームチームを応援するべきだと考え、その中で立地と居心地の良い神宮球場が気に入り、サンケイアトムズの応援を始めたことである。その後も、東京ヤクルトスワローズのファンを続け、今でもなお、しばしば球場に足を運んでいる。 神宮球場で、デーゲームの野球観戦中にビールを飲んでいたところ、小説を書こうと思い立ち、風の歌を聴けを執筆したという逸話がある。そうしたこともあり、2013年9月、ヤクルト球団から、オフィシャルファンクラブ、スワローズクルーの名誉会員への就任が発表された。スワローズオフィシャルファンクラブ名誉会員としては、出川哲郎に次いで二人目である。 村上は創作活動と並行して多くの翻訳を行ってきた。海へ1979年8月号に掲載されたスコット・フィッツ・ジェラルドの短編、悲しみの苦弱が商業誌に発表したものとしては初めての作品である。最初に、風の歌を聴けという小説を書いて、群像新人賞を取って何が嬉しかったかというと、これで翻訳が思う存分できるということでした。 だから、すぐに、フィッツジェラルドを訳したんですよと語っているように、悲しみの苦弱の発表は、風の歌を聴けが、群像1979年6月号に、掲載されてからわずか2ヶ月後のことであった。1981年5月、中央討論者より、初めての翻訳書、マイロストシティ・フィッツジェラルド作品集を刊行。1983年7月、 レイモンド・カーバーの作品集、僕が電話をかけている場所を観光。2004年7月、レイモンド・カーバー全集全8巻の翻訳を成し遂げた。2003年以降、アメリカ文学の新訳を継続的に観光している。同年4月、ライムギ畑で捕まえてのタイトルで親しまれてきた、サリンジャーの長編の新訳キャッチャー・イン・ザ・ライを発表。同作品を皮切りに、 フィッツジェラルドのグレート・ギャッツビー、レーモンド・チャンドラーのロング・グッド・バイ、トルーマン・カポーティのティファニーで朝食を、チャンドラーのさよなら、愛しい人、リートル・シスター、大いなる眠り、高い窓、プレイバック、サリンジャーのフラニーとズーイとを翻訳した。小説の執筆と翻訳を交互に行う仕事のスタイルを、村上はチョコレートと塩せんべいという比喩で語る。 2017年4月27日に自身の翻訳の仕事をテーマに語るトークイベントが都内で行われた際に本人は翻訳がなければ僕の小説は随分違ったものになっていたはず翻訳を通して自分は発展途上にある作家だと実感できると語って翻訳そのものをほとんど趣味の領域と言っていいとして学んだのは世界を切り取り優れた文章に移し替える 文学的錬金術とも言える働きと説明した。村上は1996年6月に村上朝日堂ホームページを開設して、以来、断続的に自身のホームページを立ち上げている。ただしいずれも、出版媒体が実質的に管理、運営をしており、自身が管理する、また長期にわたり運営されたものはこれまでにない。ここでは、 村上春樹と特に関わりのある人物を取り上げる。ありがとうございます。